須藤道久です。久しぶりに新しいビデオを作りました。これはどういうビデオかというと、今からビリヤードを始める人、今やってる人たちが上手くなりたかったら絶対に知っといた方がいいこと、つまりスローの知識とそれから目の使い方、この2つについてもう嫌というほど説明しております。これを見たら少なくとも今よりは確実に上手くなりますから、ぜひ見てみてください。